皆さん元気ですか？アリナちゃんちょうようこそ。アリナちゃんです。そしてソニックです。かわいい。そしてぜひぜひ鬼滅の刃予告編チェックして続きましょう。そしてすごいところで終わった。だからなんかやっとなんかすぐになんかいろいろ正月だからなんかすぐにチェックできなかったけど、今夜できるからぜひ一緒にチェックしてましょう。3日間に合って、炭治郎一人で戦ってるでしょ。そういうところでしょ。あら、そう、なるほどね。でも生きてよかった。え、なぜ地面の下？どこ？おお、かっこいいね。誰と話してる？え？オービット話してる？そう、すごい人。すごく変な人、でもすごい人。自信を持って、自信を持って、今自分を疑ったらダメだよ。あ、お、意外とちょっと前の話ね。あ、いや苦しいだろうでしょ、火の呼吸。腹減ったのか。伊之助好き。うん、やる、知ってる、信じてる。うん、ほう、びっくりした。ははイエーイ、いけいけ炭治郎、いけいけ、おせおせ。オーマイガッド、大丈夫？こんなに簡単できないでしょ。ああ。おっと。Oh my god。炭治郎一人で、伊之助と。おずいはどこ？え、大丈夫？え？ねずかちゃん。今手伝い番だよ。
よくない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 。お。頑張って。炭治郎できる。助けが早く来たらもっと良くなるけどね。みんなどこ？かわいい。二人とも。は？それ本当？熱が必要？は、しぶといでしょ。炭治郎だから。やれる。できる。うん。でも気をつけて。おいおいおい、ブサイクって誰？ひどいな。あ、ちょっと前。え？なんだこと？それど？あ、あ、ちょっとそのちょっと前ね。それいのこちゃん、かわいいでしょ？かわいいでしょ？笑い声もかわいい。本当？え？甘いんだよ。うん。そう。意外な力ね。うん。イノスケ、いろんな意味ですごいね。お、どっかに来た。おお、たくさん。おお、ライフいるじゃん。そして生きてるね。生きてるでしょ。ナイスチャップ。でもこっち来ただから炭治郎になんか遅い。間に合おうかな。ですよね、わかる。あ！誰？誰？だって炭治郎と一緒にいるでしょ。え？そう、なんだこの水。イノスケもどんどん好きになってる。ナイス。ミミズってオービー？生きてるってな感じ？おお、いけいけいけイノスケ。でしょ。イノコちゃんですから。
何度今日か。ダメ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 。あら、お前が大丈夫？はあ、大丈夫。お？ナイス。行け。イエイ。手伝い。この子かわいい。ちょっと猪之助に似てない？かわいい。おー、彼女たち面白い。声も好き。知ってるかな？あんた好きじゃない。でも本体じゃないなら、本体って本当の鬼。私のヒーローが来た。引け。かっこいいじゃない。安心した。猪之助のツッコミもいい感じあるね。は？何？おえ？おえ？何？誰？誰？何？かわいい。うず？さん？敵？味方？誰？旦那さんが来た。でもそれで炭治郎が一人。オーマイガー、かっこいいじゃないですか。さすが自分妻たちを助けたヒーロー。そう、でも炭治郎も元気そうで確認しましょう。うん？なんてこの悲しい話。いいこと言うじゃん。おお、この姿もかっこいい。かっこいい。死ぬなよ。いいの。いいんじゃない。
感動な再会。する終わり。炭治郎どうした？ニン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 が来た。ね、どうかに報告しない。ナイス。続く。あ、どんな感じで続く。すごいエピソードだった。すごいエピソードだった。いろんな意味で。まずは炭治郎すごい頑張ってる、戦ってる。そして何の感じになる、本当に気になるな感じで、なんか一人だからね。そして彼女結構かなり強いだから、いいところで。うずいさんのワイフが助けられたな感じで、そして正体意外と可愛いな感じで好き。特に猪之助に似てるな。忍び似てるでしょ、じゃない、なんか顔と髪型ちょっと猪之助な感じで。そしてなんか彼女たちの関係も面白いし、なんか宇津井さんなんかと一緒になんかうーんな感じになるんじゃないかな。なんかいい関係で。そしてさすが猪之助、猪之ちゃん。そしてもちろん前奏なんかまあちょっと寝た方が寝たままいいんじゃないって言ったのはちょっとひどいだけど、まあわかるね、結構すごいだからね寝てる時に。でも寝てない時も結構面白いだから、前奏どの姿でもいいし、猪之助もどの姿でもいいし、まあみんな好き。とにかくすごかったこのエピソード。次またまたないとね。でも楽しみ、もっともっともっと楽しみになってる、ほんとすごいね。まあ皆さんの子も溜まってます。どうですかこのエピソードのこと、すごいじゃないですか、ほんと。そしてはい、今日も私と一緒に見てくれてありがとうございました。そして次、リアクションの中で会いましょうね。一緒に待ちましょう。バイバイ。